皆さんこんにちは。 Do it yourself inspiration へようこそ。今回のビデオはライフハックです。テーマはヘアピンです。1つ目、ヘアピンを使う前にあらかじめヘアスプレーをヘアピンにかけておいたり、あるいは波線のところを下に向けて髪を留めるとよりよく留めることができます。2つ目、金槌で釘を壁に打つときにヘアピンを使って釘をこのように持つと、金槌で指を打つことなく壁に釘を打つことができます。3つ目、マニキュアを塗るときにヘアピンをぜひ使ってみてください。ヘアピンの尖っているところにマニキュアをつけると細かい作業をすることができます。爪の上に点を打つときなどとても便利です。4つ目、ヘアピンをなくさないために一つの磁石にまとめてつけておいてください。そうすることでヘアピンがなくなる心配がありません。あるいは空のお菓子の箱など適当な大きさなものにまとめて入れておくとなくす心配がありません。持ち運びにもとても便利です。この箱には飾りなどをつけても可愛いと思います。5つ目です。ヘアピンを使いすぎて広がってしまった場合などは、右側の部分をペンチなどを使って押さえるともう一度使うことができるようになります。いかがでしたでしょうか。このビデオを気に入っていただけたらぜひいいねを押してください。またチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回のビデオでお会いしましょう。